おつまる。おつまる。なんとチャンネル登録が、はい、9000人。はい。いまっさー。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。というわけでですね、はい、8000人の時にお伝えした、はい、ステッカーが、はい、届きましたので、そうですね。ちゃんと報告しようと。そうですね。思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。竹中ファクトリーでですね、まあちょっとステッカーを見していきたいと思うんですけど、はい、皆さんどんな感じのイメージしてますか、ステッカー。ステッカーじゃ、まあちょっとね。うん、今までさ、うん、こうシールパターン、うんうん、でちょっと G だけのパターン、はいはいはい、でやってきたから、うん、3個目のおつまるステッカーは、うん、あのみんな多分カッティングステッカーパターンね。あー、なるほど。白文字パターン、はい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 、あれを予想しとんちゃうかなって人が多いと思うんですよ。やっぱりさ、この、はい、何やろ、根っからの悪いもの好きというか、はい、悪いものがかっこいいと思ってる、はい、抜けれてへんから、ね、抜けれてない。12秒からなんでちょっとやっぱり、はい、ちょっと年いってる人らやったりとかにはちょっと反感買うかもしれない。あら、そこは多めに見てほしい。多めに見てほしい。ただ頑張った、頑張った。早速やけど、うん、もうもったいぶらずに。ちょっと見していきましょうか。3種類もあるんでね。そうですね、3種類ありますからね。3ですよ、3。おつまるの3。おつまる3の3ね。はい、ありがとうございます。じゃあまず1個目から見していきましょうか。まず1個目がこれ、まず大インパクトでちょっとお伝えしていきたいと思います。はい、まず1つ目ですね。はいはいはい。じゃじゃんと。でん、見てください、この日本を愛したおつまるです、はい、日本を愛したおつまる、はい。日本代表のおつまるです。これコンセプトは日本代表ということで、日本代表です、はいはい、でですね、これをまずちょっとこちらの方がちょっと見やすく貼ってるんで、はい、ちょっとこちらで説明していきたいと思うんですけど、はい、まずこの国旗ですね、はい、日本の国旗型になっております。はい、これがまずもう日本を代表すると。代表する。はい、日本おつまるの代表ですもん、日本代表。日本おつまる会代表。そう、代表。おつまるステッカー。そう。になっております。コンセプトね。そうですね。はい、今回は。で、まずね、この見てもらったら分かる通り、はい、兵庫県なんで僕たち、はい、兵庫県の一応おつまる代表として、はい、はい、やらせていただいてるんで、まず兵庫っていう文字はちょっと入れたいなっていうので、はい、はい、あります。で次にですね、このおつまる、はい、この字体なんですけど、はい、いろんな字体があるからむちゃくちゃ悩んだ。ポップ体とかな。そうやね、明朝体とかな。そうそう、いろいろ。オシック体とかな。そうやね。こう可愛くとかさ、はいはいはい、いろいろあるやんか。ありますね。ただやっぱり俺は可愛くなりたくはない。可愛くないから、可愛くないからさ。これで俺がちょっと可愛い系やったらさ、はい、また話変わってくるんだけど、まあ、うん、俺は可愛くはない。そう、うん、自分で言うのもないけど。、うん、なんでこのちょっと見てください、このこの間の隙間が空いてしまったり、はい、このこうちょっとこの間もこうとこうとなってしまってる感じね。これ素晴らしい、これめちゃくちゃかっこいい。これをデザインしていただいたのは竹武さん、ありがとうございます。え、関係性は、幼稚園同級生です。ありがとうございます。そしてまあ3つあるんでちょっとざっといきますね、はい、次、まあシンス2020と、はい、まあ2020年からまあまあそのね、やり始めてると YouTube をやってるんで、うん、やってるということで一応シンス22、はい、はい、ということでやってます。でまあこの枠ですね、はい、枠を囲って竹中ファクトリーと。そうですね、竹中ファクトリーのこうおつまるという感じで一応ちょっとやってます。おつまるの中の竹中ファクトリーではなく、そう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 、竹中ファクトリーの中のおつまるっていうのがコンセプト。そういうこと、そういうこと。それは守らなあかん。マイルールと、そう、基準、もうそこは破ったらダメ、そこは破ったらダメということで一応こういうステッカーね、まず一作品目、はい、あ、ちょっと
大事なことがあるんで、サイズをね、あ、そうやな、言わんとはダメ。ちょっと1枚現物持ってきてもらっていいですか。現物これね、これね、まあ言う、簡単に言うたら、はい、僕の携帯がこれ iPhone の12 Pro、はい、MAX ではない、はい、Pro 12 Pro ね、 Pro と外形一緒。あ、一応 150×70、 横が150 ね、 150ね、で縦が70で作ってるんですけど、これ間がねちょっとペロってめくれるケースになってます。そうそうそう、でこの周りが150と70やから、そうそう、だからちょっとだけ貼るときはちっちゃくなる、ちょっとだけちっちゃくなるな。それはちょっとまたあれやな、ホームページ作ったときにちゃんとしたやつ、ウルページを作るときにビッてやろうか、ビッて書く、測り直すんで、よろしく。それで、あ、で3種類あって3種類ともサイズは一緒です、全く一緒です。まずこれ日本代表するおつまるですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いていきましょうか。第2種続いていきましょう。おつまるだけで3種作ったからね。そうなんです。そう、第2弾、第2弾デデンと、でんおつまる、赤おつまる、ラーメンバージョン。ラーメンバージョン。これコンセプトは、これは屋台おつまる。屋台おつまる、うん、あのあれやね、ちゃんとおつまるって感じ。そうもう仕事帰りのおつまる。ラーメン食いながらおつまるって言ってる感じ。はい、うん、これはもう本当に何やろな、どんな車でも合うような色やし、ね、うん、いい感じになってます。そしてですね、はい、次はこちらの紹介していきたいと思います、はい、まずまあ兵庫県、はい、兵庫、おつまる、ね、シンス20と、はい、ここはま一緒ですね。まあ一緒です。さっきのと。なんと一緒なんです。ただちょっと違うのが、はい、この囲ってる枠ね。はい。こうよう見てくださいこれ。これ。竹中ファクトリーのねやつにもあるんですよ。あるんですよ。また見つけてくださいみんな。実はねこのちょっとスパナかな、これ。スパナあったり。12ぐらい。でこう車があったり。はいはいはい。で YouTube マークがあったり。はいはい、はい。はい。いい感じに可愛くなっております。キュッてなってる、うん、この。このセンスの良さが、センスの塊。固まってます、センスが固まってます。溶けないようにしてください、そのセンス、うん、今後もずっとキュッと固めてくださいね、センスをね。本当ありがとうございます。ありがとうございます。いやこれはもうこうパッとおつまるがこう生えてる感じね。そうやね、赤にこう赤というかなんやろな、このちょっとラーメン色やね、うん、ラーメン色、ラーメン色にパッこのおつまるっていう字があったら、この赤いところにこうポンって掘ったらポンって入ったみたいな、この感じ素晴らしいよね、これ。傾かれたみたいな、そうポンってやったところ入ったみたいな。素晴らしいと思います、本当に。ありがとうございます。これがまずもう次の第2作品目です。2種類目です。はい、そして最後は、はい、ほんまに俺が大好きな感じ。マジです。もう俺が大好きな感じ、はい、うん、素晴らしい、ほんまに見ててこれ、俺がほんまに一番好きな配色です。もう作りたかったやつ。そう、俺が一番好きな配色。ちょっと僕が一番好きな配色はこちら、ドン、はい、黒に紫と悪い、素晴らしい。これはほんま轟かせてますね。これは本当に十二魂がもうほんまに抜けれんかったですね。もう紫は捨てねん、ま、俺の9丸を見てもらったら分かる。ムラムラムラサキ、ムラムラムラサキ、画像のけとってこれ。ムラムラムラサキ。そしてこれね、はい、これね、これね、このもう兵庫とおつまるとこれは変わりません。で周りはもうシンプルにやってます、はい、もうこれはもうなんやろ、もうザ・極悪と。日本を代表するおつまるの悪、はい、悪が全部こっちに、悪の部分、そう、悪の部分、おつまるの悪の部分、心の悪の部分がこうトントントンっていった感じ。だから今僕はピュアです。あ、なるほど、真っさらです。あ、全部そっちにやったやん。そう、全部俺の悪をこうパンってやったら これができたと。これはほんまもう車体黒色とかね、はい、もうあのちょっとこういい感じにこう、いい感じに仕上がってるドリシャやったりとかね、はい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 、はい、逆にこうビップ系とかもいいかなと、いいですね、思ってます、この配色。誰もが好きですよね、この配色。よう見ますね。一番チックなやつ、そうなんですよ。一番僕好きなんです、この色が、やっぱりほんまに本当に
一番悪いそうこの黒に金に紫と悪の塊です。悪い色が全部揃ってる。そう、もう黒金黒金といえば思い出してください。中学の時はい、大体ヤンキーが着てる服黒金ですよね。はい、アディダスの。アディダスのあれと一緒ですね。そう、あれと一緒。もうこの紫のオツマールをこの金で、はい、縁取ってる感じ。あ、もう仕上がってる。悪悪道悪道オツマール悪道ということで、この最後にこの3種類見せてもろうて。うん、3つね。あ、いい感じですね。3種ね。はい、ちょっと下がりますね。日本代表オツマールと、はい、屋台でオツマールを言うて、ラーメン食うオツマールと、はい、最後は悪道オツマール、はい、この3パターンですね。ご用意させていただきました。3オツマール。はい、3オツマールです、はい、もう全部好き全部貼ろうかな全部貼ろうかな、もう。ほんでもってね、価格もね、いいわ、見てこれいいこれ、いいですね、これいいこれ、いいな。どの角度から見てもね、どの角度から見ても、おつまるおつまるおつまるっていう感じでやらさせていただいてました。そして価格ですね、自分ステッカーできて嬉しそう。価格の説明をしていきたいと思います、はい、価格は、はい、ちょっと今回600円。600円、サイズは倍でかくなったのにも600円。でね、あの僕らのステッカー買っていただいた人はね、分かると思うんですが、あのフライヤーをつけてるんですよね。そうやな、もう送る石やから言うて、うん、というわけでね、今回もフライヤーつけますと。つけます。そして価格は一応600円、1枚あたり600円。600円です。しかしこっからボーナスチャンスです。はい、ボーナスチャンス突入。ボーナスチャンス、パチンコにも確変があるように、オツマールステッカーにも確変がございます。ありがとうございます。なんとオツマールの文字がここにプンプン、オツマールプッシュプッシュって、オツマールプッシュって出た。そこのあなた、イベント来てる。オツマールチャンス、オツマールチャンス、オツマールプッシュ、トゥン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 と来てる。こうなったあなた、3枚セットで売ってます。3枚セットでも売り出す予定です。なんと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 、このオツマール、3種揃った暁には価格が1800円になるところが、本来なら1800円になるところが、オツマールチャンス成功したので、1500円。皆さん聞きました、皆さん聞きましたか。オツマール成功して3つ手に入れたそこのあなた、はい、普通1800円、はい、なんとそこが1500円。やった、ナイスオツマール。1枚500円計算。なんとしかも送料込み。そう、込み。はい、もうメルカリとヤフオクで売ります。いや本当にもうね、皆さん本当にお願いします。送っちゃいます。皆さん僕のこのオツマール貼ってください。よろしくお願いします。貼って SNS 上げまくってください。ハッシュタグオツマール、はい、これねもう嬉しいからね、これね、嬉しいからな、これ何回でも言うから、これこれ見えてる見えてるよ、見えてる、集まる集まる集まるいう感じで、皆さんこれ車もしか貼ってくれるなら貼って SNS も上げてください。僕もう全部いいねとリツイートしに行チェック担当、チェック担当、チェック担当、ほんまにチェック担当。いや本当嬉しい限りでございますよ。皆さんがおつまるおつまる言うてくれてね。そうですね、ほんま嬉しい、嬉しいよ。というわけで、今回、うん、あのおつまるステッカーありがとう&救世人ありがとう、今後ともよろしくお願いします。本当にお願いいたしますと。なんと1万人まであと1000人。そう、もうすごいびっくりするほんまにびっくりする、びっくりする。皆様のおかげで成り立ってます動画。本当に皆様のおかげです。皆様のおかげでこのステッカーが作れました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、はい、今日も一日、待て待て、おっと待て待て、忘れてるやろ、おっと、もう一回、行くわ。
この3つのステッカーがいいと思ったあなた、そこのあなた、チャンネル登録、そして高評価ですね、グッドボタンですね、いいねボタンですね、バットボタンはいりません、グッドボタンだけで。すいませんが、竹中マクトリーのチャンネルよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、一日お疲れ。お疲れ。